はい、こんにちは。日本改革党靴沢です。近藤辰彦様、ご支援ありがとうございました。何度もご支援いただき恐縮であります。ありがたく頂戴して政治活動資金させていただきたいと思います。デーブ・スペクター、 NHK の国際放送は世界中からで見られるのだから全世界から受信料を徴収すればいいのに、という、投稿にですね、10万いいねがつきました。ネットの反応です。全くその通り、珍しくふざけてない正論、見る人だけ払うスクランブルにすべき、全世界の全世帯から徴収しないと不公平。 NHK 天気予報はプサンの漁師の命綱。これどういうことかって言いますと、韓国の気象庁にあたるところのですね、予報がデタラメ。あの1週間連続で外したっていう信じがたい記録も持っておりまして、なもんで普通にですね、 NHK の電波が届くプサンあたりの漁師さんは、韓国のあの気象庁が発表した予報なんか見やしないで NHK の天気予報を見て漁に出る、もうそれがないと商売できないっていうか、命の危険があるっていうことらしいんですけどね。放送法64条、テレビ持ったら NHK に金払えは国内にしか効力ないですよね。国内法ですから、アメリカ人やイギリス人にこれ言ったって知らねえよだよね。世界中から徴収なんか全く不可能とデーブは知りつついけずやな。デーブはしばらくですね、 NHK に出れませんな。テレビの影響力が右肩下がりなんで NHK に出れんでもええわって思ったんだか、決めたんだか。最近のマイナビ毎日新聞系ですね、調査でスクランブルにすべきが 70% でしたね。残り 30% はひょっとしたらスクランブルって何ですか、いう人が半分ぐらいいたんじゃねえかな、特に高齢者と思います。というわけで11月23日 NHK の牙城渋谷で、これね、NHK ってほらお給料がいいじゃないですか。だから渋谷区に住んでる職員も多いんだって、でですね、日曜祝日となれば渋谷駅周辺にふらふらと用足しとか買い物に来たりもするんでしょう。なもんで NHK の牙城は渋谷ですから、渋谷でやります。スクランブルでもイコール解体でもやります。よろしくご参加ください。ご都合よかったら開けといてください。11月23日水曜ですけど祝日です。那覇市長選挙結果、自公推薦の前副市長の知念さん当選、立憲共産社民令和の論外野党4党合意、国賊野党の自称オール沖縄が担ぐ尾長雄二って読むのかな、オスハルじゃないよな、まさか落選。この人は尾長県知事もう亡くなりましたけれどもの息子だそうであります。これで県内7市長選挙は、沖縄県内の7市長選挙はオール側のオール全敗オール敗北だそうであります。ネットの話、那覇これ知ってる人います？これ知ってる方、私はもちろん知ってますけど、千田光男、7月29日生まれ、私と誕生日一緒なんですよね。これでちょっとクスってきた人はおっさんおばさん確定であります。これが現実、悔しいの。デニーどうすんの、勝手にオールとか名乗るんじゃねえよ。オールマイノリティ、7連敗してんのにオールとは一体、負けると数の暴力ってわめくんだから意味不明。最近の市長選で全部負けてるからひろゆき関係ないな。一騎打ちでも負けてるんだからすでにハーフ沖縄以下じゃないですか。過半数以下ってことだ、半数以下ってことだよね。ハーフ沖縄以下
オール沖縄イコールオールでない、リベラルと名乗りつつ寛容じゃない、多様性がと言いつつ多様性の統一とか言って異論を認めない、民主主義を守れとかしょっちゅう言ってけど民主集中制とか言って独裁を推進して9条に至っては議論も許さないつつそれ民主主義って言えるっていうようなことをやると。左翼ってあの実態と真逆を名乗る癖がある連中のことですかね、平和と言いつつ暴力的であったり、嘘が服着て歩いてなんかわめいている存在って考えればいいのかな、年代別支持率の結果も出てました。10代50代は知念候補、59歳以下ってことだな、60歳以上は尾長候補が優勢と、これはあの沖縄 NHK が調べた自動出口調査らしいです、ネットの反応です。オールド沖縄ああ選挙への影響あるからひろゆき叩きしてたのか、ひろゆきオール沖縄って嘘ですよね、ひろゆき今回はナイスアシストだったぞ、大騒ぎして炎上させた沖縄タイムス琉球新報大手柄、ひろゆきさんが沖縄行って誰もいない座り込みじゃねえんじゃねっていうようなことをたった一言つぶやいただけで沖縄タイムス琉球新報大騒ぎして多くの人が知るところとなりました。沖縄県の人口は145万人だそうであります。沖田琉球新ともに発行部数は17万部程度だった、両方で拮抗してた、若者は新聞買いませんからね、情報はネットで出てるんで両新聞に洗脳されずに、いた結果でしょうねこれね。145万人つうと有権者はどのぐらいなんだろう、18歳以上120万人ぐらいかな、120万分の34万部ですから、まあ120万のうち半分は選挙行かないから60万、ですか有権者は、まあまあ、 あのそれでもですね、過半数行かなかったんだから沖縄タイムス琉球新報の洗脳でもですね、この傾向はまあ沖縄に限らず全国的ですよ。共産立憲令和社民を、熱烈に支持する若者なんかレアな存在、テレビと新聞に毒されてねえから、左翼は嘘が服着て歩いてなんかわめいてる存在ってネットで知ってるんでしょうね、テレビ情報テレビ新聞しか情報源ない人とは違うんですよね。明日あたりですね、沖縄タイムス琉球新報、朝日新聞もひょっとしたら書くかもしんないな、数が多い方が正しいとは限らない、これ選挙で負けた時の常套句なんですけれども、少数の意見も大切にしろうかなんか言ってね、騒ぐんでしょうね。沖縄ではオールとか言って仲良くしている立憲と共産だが、泉代表と志位和夫が異例の言い合いしておりました。憲法審査会で議論すればって、言った泉に対してですね、9条に関しては議論も許さないって合意したじゃないかと憤る志位和夫、もしも立憲代表が憲法をめぐって維新との協力の余地ありと考えるとしたらとんでもない考え違いというほかない、泉健太、議論するって言っただけで協力とか一言も言ってませんが、敵味方をすぐに色分けし異論は許さないという考え方こそ改められては、まあ立憲も似たようなもんですけどね、すぐあの敵視して異論認めずに一緒だろブーメランだろ、と思いますけど、2人とも7月29日生まれで私と一緒なんですよね。嫌になっちゃいます、本当に嫌になっちゃいます。ネットの反応です。左翼名物内毛羽潰し合え、争え、もっと争え、人の意見聞かない共産党、反対ならどうして反対かを堂々と議論すればいいだろう、泉は正論言ってるけど周囲が全部あれなんで結局日和よ、まともな頭したら立憲なんかいないだろう、どうせ立憲は議論はしても認めない立場でしょ。泉ってね、あの福山哲郎のあの秘書だったんで、大学の頃から政治活動を始めて、若いうちから福山哲郎の秘書やって、
で、あの、若いうちから議員やってたっつうですね、まあ、純粋培養の男なんですよね。憲法に関してはあれだけど、福山ってほら、あの、陳さんじゃないですか、外国に対しては、陳さん仕込みの、外国人優遇、日本人差別、言うかもしんないな。カズオのですね、議論も許さないっつ、民主主義全否定、言論弾圧全開、あとあの、万機公論に決すべしっていう、帝の勅にも従わないっていう姿勢がですね、票を減らすと、泉は気がついちゃったのかな。もう遅いですけどね。最悪の特徴はですね、悪いのはお前、俺は悪くない、俺が正しい、俺に従え、幼いっていうか、なんていうか、詳しくはまああの山岳ベース事件で検索してください。自分は悪くなくて謝罪しなきゃ、悪くなくてもですね、謝罪しなくてはいけない理不尽な場面もある。会社勤めしていたら、部下が失敗して上司が取引先に頭下げに行く、申し訳ありませんでしたという場面もある。そういう社会人が無理な連中の集まりなんですね、実際。だってあの謝罪できねえんだから、頭下げらんねえ。早い話がまあガキンチョなんですよ、左翼って。なのであの強権に従えないと、強権で従えないと、分裂は必至であります。数々の左翼が分裂を繰り返しておりました。最近文と高田から菱山に代替わりした総係では仲良くですね、国葬反対国会集会とかやってるようですけど、まあこれも面倒なんで、トップ同士の言い合いがですね、下に波及して仲違いしてくれると嬉しいなぁ。連中のあの関係がギクシャクしてですね、ようやっとあのこの前の国葬の日の国会には500人集められたみたいですけど、まああのこれ減るといいっすよね。新藤義孝政調会長代行、電気代高騰の対策として再エネ賦課金廃止、事業者への補助金支出で詰めている、そういう方向で議論してそうなるみたいであります。ネットの話です。毎月イラッとする再エネ賦課金、ああやっとか、2000円をどう超える、ずっといい、速やかに廃止すべき、欧米に世界のために原発稼働せえやって言われてただろう、これで環境破壊のメガソーラーが減ってくれれば、ソーラーや風力水力の発電比率を高めるためつってですね、民主党が日本を滅ぼすために、中国からソーラーパネルをしこたま買うために震災後に始めた再エネ賦課金徴収、現在一律でですね、1キロワット時間あたり 3.36 円だそうであります。電気料金って昼間と夜間で変動するんですけど、夜間は安い、ですけど、だいたい1キロワット時間あたりですね、20円から40円です。なのであの現在は電気料金の1割ぐらい取られている計算、あとね、あの基本料金っていうのがつきますね。しこたまあの電気使うとこだと基本料金があの無視できるぐらいのレベルになってきますけど、まあ1割ぐらい取られてんだよ。これが減るのは嬉しいが、まあ化石燃料値上がりで電気代上がって相殺されんのかな。おのれロシア、ロシアがウクライナに攻め込まなければ土地狂ってこんなことにならなかったのにね。電力消費の多い産業は極めて厳しい状態だっていう発言もあったんで、支持者である産業界からなんとかしてくれっていう声があったんでしょうな。これでまああの環境破壊のメガソーラーが駆逐できるかというと、事業者への補助金支出で詰めているとかも言ってんで、まあそうでもないような、結局は税金でですね、特定業界に手当てする模様で、こういう所業がですね、世間の不公平感の原因ですわね。自民党政治が下手欧米原発動かしてくれ日本は、その分あの化石燃料買わなくて済むでしょ。したらね、あの値段
ちょっと下がっからさ、値段上がって俺ら苦しくてしゃあねえわって言われてたし、世論調査でも、原発稼働容認が過半数超えたし、ソーラーパネルの材料は、ポリシリコンはウイグル人が鎖につながれて、殴られながら作ってるし、でソーラー主体の再エネなんかもうやめた方がいいよ。昼間しか発電できねえし、日豪準軍事同盟締結について、中国共産党機関紙、環球網っていうのかな、日豪の動向はとても危険だとか書いちゃいまして、分かりやすいったらないですね。ネットの話、慌てふためけ、普段は嘘ばっかなのに痛い痛いって正直やな。オーストラリア国内で派手に工作やりすぎてソース感になったせいだろ、南シナ海で埋め立て基地作ったからだろ、日英同盟も復活で、危険の原因が何か言ってる、強盗被害に遭いたくなければ店を閉めろみたいなおかしな理屈、まあ、記事全部読むとそんなこともほざいてんのかもしれないな、とても危険なのはお前らだろ、とても危険が何か言ってるけど、台湾取ったら次沖縄狙ってますからね、中国共産党が何言ってんだか、あ、危険だそうね、ところでこの画像をご覧ください。タイトルはザ・国際社会、はい、こちらですね、北米じゃないや、アメリカ、カナダ、EU、北欧、日本、オーストラリア、ニュージーランド、これにいいねが34万ついておりました。欧米、北欧、まあ EU ってことですか、あ違うわ、北欧は EU に入ってないから、まあ、ヨーロッパ、欧米、ニュージーランド、オーストラリアの白人国家プラス日本だけが国際社会だよっていう、通貨文明国だよっていう地図ですね、これね。外国人の反応です。ガチでこの通りだ。端的に言うと白人国家プラス日本だね。認めるのは辛いが事実だ。なんでスペインが入ってんだ。これスペイン人の書き込みかな。スペインは国際社会じゃないよみたいな。なんでポーランドも入ってんだ。これもポーランド人の書き込みでしょうか。バルカン半島を除外しているのがすごく正確。ニュージーランドが入ってた。ラッキー。もしこうだったら世界は最高の場所だ。白人国家日本っていうより約束や契約を守る国ですね、これね。まあ文明国。神との契約を重視するキリスト教圏の欧米プラス約束や決まりを律儀に守る日本と。ヨーロッパはですね、まあ王様と領主の関係も契約、約束。で、領主と騎士、領主と騎士の関係も契約。あと契約に従って傭兵部隊雇ったり。まあ契約はきちきちしたとこなんですよ。アメリカもヨーロッパの影響で、契約、契約、契約、社会ですけどね。大国なんだが、中国、ロシアが入ってないのは約束守んねえからだよね。あいつら合意や協定、条約すら、時に破るしね。日ソ不可侵条約一方的に破って、いきなり北方領土に攻め込んで盗んでるでしょ。だから入れてもらえないんだよね。今回、ウクライナ、ブダペスト覚書っていうのはご存知でしょうか。日米欧、日本入ってないか。米欧ロがですね、もう攻めないから、俺らが守っから、核兵器廃棄しなさいっつって、ウクライナ説得させた約束。ブダペスト覚書。これね、ロシアが破って、今回こんなことになってますよね。9条も、そうですよ、これ。平和を愛する諸国の、なんとかに、を信頼し、平和を希求するみたいなことを書いたんじゃないですか、憲法。これ、平和を愛する諸国っていうのは、アメリカです。アメリカが作らせたんだ、この文ね。でね、アメリカ、日本は、俺らが守ってやっから、武力持つな、っていうのが、9条ですね。これ破られるとですね、たちまち、日本は、危ないと。ウクライナみたいになると。
まあまあ、アメリカ、ヨーロッパは契約とか約束に厳しいから、そんなことないとは思いますけど、思いたいけど、まあまあ、日本人としては、球場いらねえよな。球場なくして、とりあえず、速攻で、7畳、8畳、次10畳って、すりゃいいやな。っていうような考えを、私は持っております。ということで、メール党員さん、筑紫部長さん、立候補してくださる、大募集であります。今のところ、女性の立候補者の応募はありません。皆無であります。私の不徳いたすところでございます。皆さん申し訳ありません。デトックスジャパン。